もろに被害を食らってしまう現地の方、現地からちょっと遠いからお見えです。よく耳の穴たっぷりして聞きなさい。はい、よろしくお願いします。ご通行中の、皆さん、お騒がせしております、ご存知の方がどのくらいいるか分かりませんけれども、今僕らが、目の前にしているこの、大きな立派なビルの中に、日本原子力発電というですね、仰々しい名前の会社が入っています。でそこは、原子力で発電をして、でそれを、他の電力会社に売るというそういう商いをやっております。ここからもうすでにたくさんの方が、話されていると思いますけれども、東京首都圏からですね、一番近いところにある原子力発電所を持っているのはこの会社、茨城県の東海村というところに原発を持っています。去る3年数ヶ月前に、大変な地震、津波、自然災害がありました。でその時に、福島の原発が大変な事故を起こして大変なことになりました。でご存知の方どれだけいるか分かりませんけれども、こちらの日本原子力発電が持っている原発、東海村に持っている第二原発も実はあわやというところでした。そうなんだ。本当にここから100キロぐらいなところなんですけれども、本当に危なかったんです。ギリギリのところで、それこそ福島のと比べると津波の高さとかですねが違ったのももちろんなんですが、たまたま運よくですね、少し前に、いろんな対策をしたところだったんですね。まあそれでも大変なことになっちゃってあわやというところまでなったんですけれども、安倍総理が前に政権を取ってた時に、思いっきり無視したいろいろな対策を福島はしなかったことによって、一つにはです、大変なことになってしまいました。で東海はしたんだけどそれでも危なかった、そういう原発を持っているので、つまり被災した原発を持っているんですね、この間の地震で。で僕らが今抗議行動、ここに来て大きな声を上げているのは、その被災した原発、それを動かそうとしているんです。もちろん原発をですね、原発というものが危ないこと、それはなんとなく僕らももしかしたら 3.11 より前からなんとなく思ったかもしれない。よくわかんないけど、もしそのすぐ近くに住めって言われたらやっぱりちょっと嫌だなっていうふうに思ったんじゃないかと思います。で実際それを僕らは、まあ不幸なことでもあるんですが、不可のことなんですけれども、あの大変な事故を目の当たりにして、あ、本当に原発っていうのは危ないんだ、本当に取り返しのつかないことになるんだ。今3年が経っていますけれども、ご存知のように今も福島の原発の事故は収束していません。もうちょっと事故っていうのも何なんですけど、もうあれはですね、もう本当そうです、人災なんですけど、危ない危ないと世界中の人が実は言ってたんですよね。原発っていうもの自体が危ないんだっていうことにもかかわらず、その提言をいろんな人が言ってた言葉を無視して動かし続けて、ああいうことになったんです。つまり原発爆発事件なんですね。うわ、事件だ。そういう やるべきことをやらないで、やらなくていいことをやってた結果、ああいうことになったんです。でそれは何も福島だけの問題でなくて、原子力発電所っていうのがもともと持っている危険性なんです。うわ。そして僕らはこの3年間で、まあ、もっと前から分かりましたけれども、1年も経てばね、だけどはっきりと分かったもう一つのことがあります。今もそうですが、今もこの日本の社会は原子力発電所から送られてくる電気に全く頼ってないんです。必要なかったんです、ずっとね。昔から、まあ、僕らが物心ついた頃からということです。もちろん初めはもちろんね違うんですけれども、1960年代にそれこそここ日本原子力発電所が、日本原子力発電という会社がですね、
日本で最初の商用原発を稼働させました。でそれから今に至るまでです。一瞬たりとも原発から送られてくる電気がなかったら日本の電力供給がおぼつかなくなることが全くなかったんです。にもかかわらず3割の電気を原発で賄っている、そういう嘘を堂々と言い続けてきたんですね。しかも危ない、それを分かっててほっといたんです。いろんな人がこれは危ないよと指摘したりもそれも無視してきた。そしてもっと言えば、ここの日本原子力発電という会社が、東海村を、商用利用を始める前にですね、まあ、それにたあの関わるときに、本当は国営で、そういうものをつまり原子力発電をやろうとした動きがありました。だけれどもそれを正力松太郎をはじめとした、あ、名前違った正力をはじめとした人がいやいや民間でやるって言って無理やりゴリ押しして始めた会社でもあるんです。ここは負けるな。そうなんです。これは絶対金儲けになるぜっつってそうやって続けてきた。金儲けに関して言えばここはもう誰かお話しされてるかもしれないですけど、今はね初めて聞いた人もいるかもしれないですから聞いてってください。2011年に大きな事故があってそれで東海村が止まりました。で、敦賀というところにここが持っている、福井県ですねに原発があります。でそれも止まってます。全てここの会社は実質業務を行っていない状態でした。その後にもかかわらずですよ、2012年度ですかの、収益がなんと過去最大になったんです。今までに一番儲けたんですよ。何にもしてないんですよ。ふざけた会社だ。いいですか。これはどうしてかというと先ほども言いましたがこの日本原子力発電という会社は、東京電力や関西電力やあるいは、中部電力や北陸電力そういったところに作った電気を売って経営してるわけですね。でそれには実はからくりというか何とか、まあ、うまくできたあれがあって、基本料金みたいなのもあるんですよ。でそれは実際の発電量とか実際に買った、電気の量とかにかかわらず一定のお金を 払い込むことになってるんです。東京電力なんかはなんとその基本料金をですね半年で200万億とか払ってるんですよ。で実質業務を行っていなかったのでコストも上がらないのでものすごい収益上がっちゃったんです。でそういうことが平気でまかり通ってる会社なんです。でご存知の方も多いかもしれませんがもともとそういった金儲けを支えている電力会社がやってるですね、これはもう全ての電力会社がやってることなんですけれども支えているのは総括原価方式という、やり方があってそれで僕らが払っている電気料金を決めていいというそういう仕組みがあります。それは何かというと簡単に言うといろいろな業務を行うにあたって事業を行うにあたってたくさんのコストがかかります。でそれを全てひっくるめて資産とかも含めてですそれにプラスしてどんな状態になろうとどんなにコストがかかろうと全部それをプラスしてそれに、利益をつけてその上で、電気料金を決めていいっていうんです。つまり、コストがかかればかかるほど儲かるそういうシステムで電気料金を決めてる。だから儲かるのは当たり前なんです。そういうことだから東京電力も関西電力も全くそこからこの日本原子力発電から電気が送られてきてないにもかかわらず電気を買ってるんです。そういうのがまかり通るシステムになってるんです。それで日本の原発は維持されてきてるんです。その方が儲かりますからね。原発はものすごくそういうわけで作った資産自体が高いので、その発電所自体がすごいかかるんです。それだけじゃないんです。これはもう本当にここの日本原点だけのことじゃないんですけれども、普通のメーカーさんだったりいろんなところが、いろんなこと、まあ、先ほどのコストのこともありますが研究開発費でありますとかあるいは大きな工場とか作ったりします。
で、そのための地元対策費であったりとか、いろいろなあのことかかりますね。そういうのも含めて、全然僕らがもらっている明細には書いてありませんが、そういうのも全部で、電気料金、それだけじゃないですよ、国費からも来てるんです。税金ですよ。僕らが何のために払ってんだろうなって、もうちょっと考えた方がいいと思うんですけれども、そういうところからに、不当にですよ、はっきり言って僕ら望んでないところにお金をかけてやってるんです。許しがたいと思います。ここに歩いてらっしゃるビジネスマンの方、いかにですね、ここの電力に関わる人たち、原子力に関わる人たちが、なんでこんなことが許されるんだっていうようなシステムの中でぬくぬくと生きてきたか、それを考えていただきたい、知っていただきたい。全部必要ない経費、必要ない、彼らにとっては必要あるんですけど、その経費は電気料金持ち、自分たちの経営努力はなし、そして国とかの国費のみ、おんぶに抱っこ、そういった状態の経営を許されてるんです。その上、100万歩譲ってこの社会に必要なことだったら、まあちょっと考えないでもない。でも先ほどの話に戻りますが、原発はやっぱり必要なかったんです。今もこの瞬間も、今さっきから始まったことじゃないですよ、去年の9月から一気も動いてない。暑い時も寒い時も全然問題なく過ごしてきました。で、その前に動いていた大井原発という関西電力の持っている原発を無理やりたくさんの人が霞が関とかに集まって反対の声がありました。でもそういった声を無視して動かしましたけれども、関西電力はその時アラームとか、動かした原発2基よりも多い量の、火力発電所を止めました。なぜなら必要ないからです。原発は本当に必要ないんです。そしてこの日本原子力発電、電気を作るって言っても原子力だけで作ってるんです。いろいろ必要ないじゃないですか。そしてまあ100歩譲ってみたいな話がありますが、ここが最初に日本でも原子力に携わるときに、まあちょっとどうなっちゃうか分かんないから、みんなで電力会社が、全国の電力会社が、まあ一応お金出し合ってさ、まあうまく やれるかどうかやってみようよっていう形で始めたのが日本原子力発電のことです。だけれどもそれはもう何十年も前の話、もうすでにあろうことが何十基もの、ここ以外の原発がたくさんあるような状態です。もう役割なんてとっくの前に終えたんです、この会社は。いいかげん足洗ってくださいよ。僕らに与えてるものはもう恐怖だけなんです、あなた方が。いいかげん気づいていただきたい。何よりも今も福島の事故が続いていますね。しかもどうやって収束していいか世界の誰も分かんない状態。もしあなた方がそれでも原発というものを動かしたいなら、まずあなた方のもう世界に誇れるその技術力を持って、まず福島を収束させてください。それができるんだったら、まあ僕は100万個言ってですが、動かす資格があるのかもしれません。しかしそれもできずに何が再稼働申請ですか。冗談じゃありません。本当にちょっとまた声を荒げてしまいましたけれども、ここ歩いてらっしゃる皆さん、原発っていうもの、それが僕らの社会において必要だった時は一度もないということ、そして今もその状態が続いている、当たり前ですけどね、需要自体も減っていくわけですし、そして今まさにこの今の世界というか、特にこの国を取り巻く情勢を鑑みて言うならば、大変にきな臭い雰囲気が、いやもうこれも実質ですけれどもが漂い始めてます。時の政権が他の国に対して実に好戦的な態度を取りまくっているような状態です。しかし考えてください。その、政府が安全保障のためにいろいろな危なっかしいことをやろうとしてますが、
ものを考えるならば、この国のわざわざ海沿いに何十基も建ててある核地雷である原子力発電所をまず何とかしないことには安全の保障なんかできるわけないじゃないですか。本当にこの国の安全を保障するならば、まずこのいかんともしがたいこの原子力施設をまず何とかすること、それに国中の英知を集めて対処する、まずそこからです。僕らは本当に危険であり未来を脅かす存在だと思ってます。実際そうだと思います。そして今すでにたくさんできてしまっている核のゴミ、これは日本だけじゃありません。世界中にある核のゴミ、これにどういうふうに対処すべきなのか、それを考えるだけでもう頭がいっぱいでもおかしくないんです。僕らは考えなきゃならないこと、対処しなきゃならないことがたくさんあるんです。そんな時に何が最可能ですか。僕らの未来を邪魔しないでいただきたい。日本原電さん、一緒に、僕らと一緒に本当の未来のためになることをやってくださいよ。それでこそ初めて原子力にこの国で初めに携わった人たちの栄誉ある行為に初めて参画することができるんです。ぜひ誇れる仕事をやってください。100年200年後の子供たちに誇れる仕事をしてください。よろしくお願いします。